皆さんこんにちは、みのりんです。今日はね、こんなものを買ってしまいました。じゃじゃん。これはね、何かというと500倍ズームができるマイクロカメラです。毛根を見たり肌とかの調子を見たりすると思うんですけど、うわー、自分の肌なんて見たことないから面白いまあ、こんな感じですごくズームして見れる機械です。で、本日はこちらの機械を使ってスライムの中を見ていこうかなと思います。スライムの中って見たことないのでめちゃくちゃ興味あります。そして今日は5つのスライムを用意して見ていきたいです。では早速スライム作りから始めていきましょう。はい、ではいろいろなスライムを作っていきましょう。一番最初に作るスライムは普通のスライムです。コップ、洗濯のり、お水、食紅、今回ピンク色です。混ぜてキラキラとか入れていきます。結構入れました。こっちも入れてみます。よく混ぜて放射水適量入れていきます。すごい勢いよく出てきました。適量入れましょう。スライムをお箸で作っているのを見たら海外の視聴者さんびっくりしそうです。トローン、おー、パパッと作ったんですけどすごい綺麗。あ、めっちゃ気持ちいいやつだ。もうこれで完璧なスライムです。完璧なスライムなので一旦横に置いておきます。次はエルマーズグルーを使います。お水、青ちょっと入れましょう。シェービングフォーム、今回は絶対シェービングフォームです。レモンライムの香りちょっと混ぜて、ベビーパウダーも入れます。放射をちょっとずつ。本当にレモンライムの匂いがいいですね。だいぶいい感じに。はい、できました。超もっちもちです。次は何スライムにしよう。次は透明のエルマーズグルー。今回はガラス玉のスライムを作っていきます。これは視聴者さんからいただきました。ありがとうございます。お水に、お水をちょっと固めのスライムを作りたいので今回は色を入れずにスライムにしていきます。ガラス玉を入れていきましょう。おお、綺麗。ガラス玉スライムです。では横に置いて、次はまた白いエルマーズグルー、赤多めに入れてみました。これで放射を入れます。ここだとすごく普通のスライムです。これにふわっと粘土、量はそんなにいらないかな。気持ちいい。だいぶクリームチーズ感がある粘土になりました。もうそれぞれにいいスライムですよねすごい、こんなにいっぱい種類ある。最後はまたこちらです。白いエルマーズグルー、紫っぽい色にしたいと思っています。そして放射、めっちゃ固めのスライムにしていきます。もう何を作っているか分かりますか。とにかく放射をたくさん入れて固めのスライムを作ります。ちょっとブチブチなスライムです。
これにフェイクスノーを追加していきます。クラウドスライムですね。別のコップに入れていって、お水投入。粉が水を吸って大きくなります。じゃあパラパラパラと混ぜていきます。糸引いてきました。こうやって糸を引いてきたら完成です。はい、5つのスライムができました。まあよく私の部屋もこんだけスライムの材料が出てくるなと思いました。それではこちらの5つのスライム、マイクロカメラで見ていきましょう。エントリーナンバー1、普通のスライム。うん、音フェチ OK、 伸び OK の良質なスライムです。では見ていきます。おお、え、めっちゃ綺麗。え、すっごい幻想的なんですけど、キラキラ入れてるんでね。ふわーっとした世界ですね。海の中、ピンク色の海の中みたいです。こんなに綺麗なんだ。もっとね、なんかね、グロテスクなものとか見えるのかなと思ってたんですけど、あんなに小さいキラキラがこんなに大きく見えるなんて。はい、それではエントリーナンバー2、アイスバーグスライムの素です。これを数日間放っておけばアイスバーグスライムになります。顕微鏡の下で見ていきましょう。細かい空気がたくさん入ってる感じが見えます。ピント合わせるのが難しい。でも滑らかですね。なんかソーダ水みたいな。ピント合ってきた。おお、スライムがべっとりついちゃった。まあでもこれはこれで綺麗ですよね。なんか雪国みたいな。アイスバーグスライムだけに。では次はこちら、ガラスビーズ入りの音フェチスライム。ガラスビーズがどう見えるかですよね。ではいきます。どうだ。お、やばいよ、綺麗。こんなに綺麗なんだ。なんか透明なので奥まで見えます。お、ガラス玉発見。やっぱ大きく映りますね。綺麗綺麗。空気がいっぱい入っている。これでパチパチって音が鳴るんだと思います。いいね、綺麗だね。いいよいいよ。水色のガラス玉がやっぱいいですね。これも本当に水の中みたいです。ちょっとこう、では4つ目です。これはバタースライム系ですね。クリームチーズバタースライム。ちょっと伸ばして、え、美味しそう。え、美味しそうじゃないですか。ちょっとなんかね、シャーベットみたい。細かい粒子が見えますよね。こうとろーっとしていて滑らかな感じなんですけど、わかります、そんな感じです。本当にこれはこれで綺麗なんですよね。ツヤツヤしてて、ストロベリーシャーベット。では最後、こちらクラウドスライム見ていきましょう。フェイクスノーがどう映るかが全く予想できないです。お、え、めっちゃ綺麗。雪みたい。本当に宝石、紫色の宝石みたいです。お、これがこうちょっと粘り気がある感じが出ています。面白い。どれも本当にそれぞれで幻想的なんですよ。なんかちょっと雲の糸みたいに見えますけど、本当に宝石。皆さんいかがでしたでしょうか。あそこまで幻想的でどれも違う感じで綺麗に見えると思わなかったので、変にちょっと汚かったりとかするかなとか思ったんですけど、もう本当に綺麗でした。
まだまだスライムってたくさん種類あるので、他のスライムもどうなるか見てみたいですね。こちらのマイクロカメラを使ってこれ見てくださいっていうものがあればぜひぜひコメントください。本日もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。